はい、じゃあ行きますかやりますか見ますか配布検定やりますかはい、じゃあ行ってきます。トンパツ、サミさんの手い見ていきます。サミさん多分2回目とかかなまだちょっと何の印象もないんで、はい、楽しみにしていますね。はい、じゃあトン1曲、親でドラがパッソ。手配はあんま良くないが親か。まあとりあえずちょっと数順は見て、ドラ受けもあるしね。数順はつも見て考えようかな。はい、シャキルはい、何切るなかなかなんかいきましたもう忘れちゃいましたね、僕。いませんね。はい、E ピンはいらない。 あ、9ピン切る。9、9万切るか。2件現物ね。エムリーガっぽくないですね。エムリーガなんて E ピン切りしか見たことないぞ、こんな。2件現物入ってく切ってくるんだ。チート意識ってことかね。いや、でもこんな E ピン残して9万切る人誰も見たことないね、今までな。親の現物、親の現物とかね。そういう、とにかく現物持ってく人は見るけどね、チート意効率だよね、多分ね。俺ですら持たんすね、でもな、これはね。やっぱ、 確かに E ピンのが Q1 よりはかなり重なる可能性高いけど、だからといって、ここで Q1 から切ったがためにチートや上がり逃すとか、あの、それは低いんで、あとそうそう、79もあるしね。だから普段パンパンに行けっていう俺ですら E ピンしか切らんす、これは。まあじゃあ見たことない。うん、俺もちょっとほぼ見たことないかわかんないけど、でも Q1 は M リーガで Q1 切る人おらんな、2件の現物の。E ピン重なった、マジか。 ちょっとこれ、俺、ま、負けちゃったかもな。うん。何しとん言われるわ、これ。いや、逆に何しとん聞こえてきた、あさみさんの声で。あ,あ、あさみさんの声知らないけど。うん。いや、このイいピン、いつも痺れたな。ただの結果論だけど。うん。逆何しとん来たわ。あ,あ、仕事に聞こえてたね。この9万切り、マジで誰も嫌らんすよね。まあ、で、まあ、知るのすごいというか、まあ、 9EP しか切らんけどね。まあ、結果論ちょっと痺れた。結果論で。はい。じゃあ行きます。脳い気はしてない。行くまでは行ってない。はい。じゃあ何切るかな。まあ、リアンマン切るか。あ、チーそう。完全にチート決めるか。まあ、確かにちょっと瞬時的きついか。パーソードラだけどね。ドラ表から切っていく。うん、逆何しても初めて。うん。はい。うん、確かにいいんじゃない。チート決め打ち。は、う、い、ん。はい。いいと思います。超まっすぐチートいく。 ちょっと期待できますね。ここまで。要は、親の現物残すとか、全体の安全度安全度でやっちゃうと、やっぱり俺もしんどくなっちゃうんで、ここまでだから、2件の現物の9万を、チートイのさ、3統一だったよな、あの時。4統一ぐらいからはいいんだけど、3統一から9万切る人、マジで MD が誰もいないから、ちょっとこれはマジで、いい意味で期待します。 はい。ということで、まあ、もうシート決めてんでいいでしょう。ありしたなぁ。これすごいなぁ。E ピン、本当にだからーピン残してないと上がれなかったね、これね。はい。じゃ行きます。はい。親で4800上がって。えー、これもドラドラか。いいなこれ。はい。まあ、もうシャーペンキって行きましょう。うん。うん。で、まあ、こっからは単要で仕掛けてほしいかな。まあ、3ピンポーーは絶対する。 そかで泣きたいとまあ次の候補でいくという、パスぱそうちぐらい。何になるんだろうな。サブロッソ置チはちょっとセンスないよな。そっちだったらうっパそうちだよな。まあ一応そんな感じかな。3ピンポンとウッパそうちはありかなって感じだな。まあとりあえずもうドラドラあるんで、親だしね。泣いてでも上がりたいっていう感覚ね。もちろん泣くわかんない。あ、こうなったか。あ、まあパーソーポンもなく、あ、そうか、パーソーポンもいけるか。 はい、で、これでいいシャンテンになったらパスを切る。<laughs> チーピンチーです <laughs>。チーピンチーうはな、K 点は早いな、まだな。うん、まだ2巡目だったからね。チー、チーピンチーはちょっとセンスだ。うん。はい、じゃあ行きます。はい、まあ、まあ、あとはまあ、テンパイするか。おおまあ、もう、もうまあ、誰が打ってもこれは。チーパス等で6勝チーはないか、さすがに。そうだね。 4568の連続気になるけどそうだねちょっとね面前も捨てちゃうですねこのこんなん面ピンドラドラもなくなっちゃうもんねチェイスとねはいで面ピンドラドラを、えー、積もっていく裏乗らなくてよかったな裏乗っちゃうとそれこそねちょっと5万点になっちゃうんでちょっと特殊状況になっちゃうからねあまあちょっとこれでもね M リーがちょっと守備的に行くんだけどこの子はだ俺が守備的に行くイメージあるのはやっぱり白鳥さんと岡田さん トンバでももう4万超えるとなんかいきなり守備型になってさまっすぐ行けよみたいな多くなるんだけどまあそうなってもならないことを願うえということでいきましょうさみさんどうなるか親であまあこれは別に E ピンでシャーペーでいいかなはいシャーペーからか E ピンからじゃないんだこの子すごいなああスネオさん流れるんじゃないけど何の E ピンから超えていかないからってうんうん <laughs> そうやね まあ、結果論だけど、あの E ピンで上がってなかったらね、今の手配もね、ツモとか変わっちゃうから、テンパってないもんね。ドラとかは変わってないけど、手配はね。パーソンのところ、ルーピン。いやー、ダメと思う。孤立のパ,パーソンよりやっぱりルーピン残すわ。うん、やっぱ単要が数ピン、ローピン引きもあるしな。うん、ダメと思う、俺は。はい、アマガさんどうも。はい、じゃあ行きましょう。E ピン切らないとだな。いや、E ピン切るけどね。普通に E ピン切るけどね。 まあ、ここでは切る。はい。フッ、ピンが。あやはい,はい。うん、はい、さすがに E ピン切れそうですよね。はい。まあ、ここからはまあ、とりあえず、適当な感じで。ああ、これはさすがにって感じか。まあ、一応、パーソーは全体に安全度高いんそうでもないか。下茶といめに大丈夫。神茶には無筋か。ただ、まあただまあ,まあまあまあ。まあまあまあ、ごめん。パーソー切りかな。パーソー切りたいかな。 それこそ全券無筋だったら9万でもいいし。うん。ま、ちょ単用とかもねまあまあ,、まあ、まあちょっと9ピンパーピン切るんだったら9万かパーソー切るわ。うん。安全の残しだったら9万切るな。全券無筋9万。9ピンは少なくても8割でしもちゃげ無筋。うん、まあちょっとそんな感じ。はい。まあ、まあ行きましょう。はい。ペンチャン切っていった。まあ、ちょっと不安になってきたけど、パーソは残していくんだ。なんでパーソーでいいよ、も まあ、まだ、行くってことか。まあ、神茶に対してだけの危険範囲。チャだけの危険牌なら残していく。まあ、いいんだけど、その人はペンチョンなんで切っちゃおうかなって感じするけど。まあまあまあ、今行きましょう。はい、まあ、これはもうリーチ入ってベタ折りしていく、はい。うん、横移動はありがたいね。失点しないのはありがたい、ほんとに。親でね。リーチ入ってね。はい。ああ、これちょっと手配悪いんで。うーん、二面つか。とりあえずは普通に行きます。はい、何キル。 シャー切る。うん、9万切る。うん、2万切るか。さっきの E ピン残した人はね、この今、e、残すかなと思ったけど、これは残さないんだね。うーん、なんかちょっとよくわからんじゃよくわからんな。第一だとはいえ、さっきの E ピンとかマジでいらんけど、この今、e、は別にいらんくはないから。まあ、ただ、この今、e、は切ると。はい。まあ、行きましょう。秋のダマ判断。わかった。ちょっと見てみるわ。はい。ここでいいシャンんてなった。はい。 うん。ああ、むずいな、ちょっとな。4連拳か。ああ、3万2枚切れ。まあ、割と何でもいいか。まあ、言いそうとか切る人はいのかな、これは。まあ、2件のげん安牌だけど。あ、ストレートにジャンピンか。いいんちゃう。うん。まあ、ちょっとね、この手組みでと、リーチドライチでそもそもリーチするかなってのが、 感じだから、連続形生かして2目見るかなと思ったけど、まあ、ダイレクトにここはいく。はい。うん、単ヤついた。うん。ってなると泣けるかな。得意だし。位置入ったか。はい。うん、まあ、なんでもいいですね。いいソはいくか。うん、うんうん確かにい、いいっすね、なんか。こんないい層ぐらいは切って、いいシャンテン取って。 うん。はい。まあこで降ねはい、これ通りね。ね。ここ通りでいった。えー、ローソーチーしたくなるけど。と、アキさんの玉ね。ああ、ローソーチーね。確かにローソーチーしたら早いけど、ギャンソウ重なった後な。うん。それ、上がりだけ見るならローソーチーした方が早いけど、ま、あちょっとそれは難しいわ。相像の高めの安全牌なくなっちゃうし。上がりだけなら近い。以上。うん。って感じ。 それをどこまで見るかうん。って感じかな。だから点数状況によってはいいと思う。絶対上がりたい局面とか。2000点上がればトップとかだったら、ローソ相ー絶対泣くわ、俺も。でもちょっとこれ、トン2だから、むずいね。はい、で、一応、アキさんの、アキさんが黙っていた、はい、ここかな。アキさんの手配見る、アキさんがここで、さっきの曲で、あー、サブロスト玉か。まあ、現物の老相ーーで漫画あるのか。 順面も深いあ。でも3層だと残句しかない。うん、まあそれは普通はリーチしたよな。それこそリーチしたら羽根まんまであるし、下茶から一発で出るとか積もるとかね。まあそれリーチしたいんじゃないどっちでも漫画あるとかだったらまあ黙、だわな。3層漏奏。でもまあ、漏奏しか漫画じゃない。3層出て残句寒いんでまあそれはリーチしたいですね。2900点しかないし。はい。これが結果どうなったの一発で出るんかンタンピンソクイペドライチ羽根まん以上。まあ羽根まんか。うらうらないとな。 まあまあ、羽漫画漫画ね。了解です。はい。勝松さんのブチ切れてる。いや、切れてない、切れてない。そこはない、ない、ない、ない。女優だったら、女優だったら、まあまあまあ、まあ、ありかなって言って、男子プロだったら切れてるって、そこまでは俺、人によって変わってないと思う。やっぱ順面深すぎるし、上がり率は段違いなんで、サブロウソ両方現物だから。そんなめちゃくちゃ損じゃないって。 そうそう、チップないしね。うん、そう,そうそうそう。うん、休めなら痛いけど、なんかめっちゃ期待値もうめちゃくちゃ損とかではないって。はい。じゃあ次、次の次かな。これ見たんだよね。これ見た。はい、次。はい、トン三局えー、シャーチャドラ発。あ、とりあえずイーソキ切って普通にいく。何キるのこの子は何キるのかあ、それはないか。もう、さすがに違うのか、もう。4, 4万点超えて。 はい。うん、何切ったうん、まあね。唯一の醤頭方法で。うん、はい。ちょっとコンパクトでね、いいと思います。はい。パーマン切ったか。うん、まあまあ別に。はい。アキさん、墨入ってるかは知りません。はい。 うん、いいシャンテンの赤引いたのは良かったね黒だ。黒だとちょっとね、なんかリーのみだしどうしようってなるけど。うん。赤1枚引いたのでかい。単ヤもついた。678もついた。あ、ブオさんの名前あります。そうっすね。これが丁寧に打って、結果、泣いてもザンクのいいシャンテンにもなったと。はい。素晴らしいね。確かに、この子すごいまっすぐ行くのがいいな。これの。うん。はい、じゃあ、さん、じゃあ、お疲れです。 はい、今週は金曜休みなんで今日で終わりの人もいいのかなはい。お疲れです。はい。じゃあ、行きますか。はい。チーズさんもいらっしゃい。はい、で、これどうなるチーピン3紛れか。はい。チーピン3紛れなんでパーピン打ちたいかな。もう3色いらん。はい。うん。ナイス。いいね。 二ン、二桑二面取れるが、下茶に対して切りたくないから、まあ三品切らずに、パーソーとか数層切っても何とも思いません,、うん。多分パーソー切るよね。あ、三品切るんだ。いや、でもこの子いいのうん、まあちょっと、俺、どうしよう、俺、6、7、8、パーピー三品、三品。 うーん、まあ俺でもやっぱ数層パーソーどっちか切っちゃうけど、まあ一応引っ掛けで数層切んのかな、これ。むずいな。いや、どっちでもいいな。あ、アンダーバーさんありがとう。まあ一応パーソーにしとくか、俺。うん。一応俺はパーソーで。うん。ただまあまあまあ。これもね、高いイーシャンテンなんで。素直に受けると。まあ一応これね、一応3ピン切るんだったらローピンでもいいんだけどな。ローピンの方が格段に安全度高いから、3ピンに比べて。 で、自分だとメンタンドレイ1以上確定で、想像の連換から引くとメンタンピンドレイ1だから、あの、まあ、一応、3ピン切るならローピンの方がいいかなとは思う。いいペーコつけるっていうよりは。うん。はい。じゃあそんな感じでした。もめだふくさんも3ピンか。うん、そうね。はいで。3ピンは何事もなかった。よかった。まあ、一応この時の手配見とくか。ちもちゃの手配はこの時はうん。りゃんうのテンパイでしたと。 染まってはなかった。はい。テンパイ取らずで、量、そう、んリンカンで構えるか。テンパイ取らずで、ンカンで構える。テンパイ取らずんテンパイ取らずうん。で、リチャ入って、ここテンパイはいはいはい、G ピン。 またなんか、アさんの、さっきのアキさんみたいな終盤になって、休めだとザンク、高め満願ガンパイか。まあ、これに関しては、チーピンがもう、ないんだ。高めの満願ンンしかないと。はいはいはい、いいと思います。はい。ああ、リアンウマね、確かにね、このカーでリアンウマもケアしづらいよな。数万出た後にチーピン初だもんね。で、9ピンか。ス万マ来た後にチーピン初9ピンで、リアンウマンテンね。うん、確かに。はい。 えはい、でまあベタ降りしあベタ降りちゃうんかは恥敗のの E マンで降りんのとんばだしなあまあ E マンぐらいはまあ押した方が良さそうだがまあ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 4万点あるんで降りたくない降りたとはいまあまあ。 えー、で、トイメンの親がレンチャンで何なら止める何なら止め難しいな。自分で考えてくれよ、こんなもん。何が嫌なんだ、これ。い,いピンから数ピンのピン、いや、わからん、こんなもん。弾いたとき考える。弾いたときの感覚で。何止めるとか考えて打ったことないから。わからん。はい、次。もうなんか数万個あんなこれおもろいな。まあ、でもま、トップ名か。 まあ、あとりあえず9ピン切るか。はい。いや、ローピン切るのか。いや、トップ目だもんな。これリーチ3アンコウの2面でもいいしな。まあ、ちょっとこれは無理だな。うーん。数アンコウ決め打ちならそれはローピンの方がいいけどな。うーん、まあ、それは9ピンで。もう普通の2面リーチでもいい。数アンコウになるってことはリーチ3アンコウにもなってるから。リーチ3アンコウの2面リーチでいいな。ああ、9ピンで。 超段ラスじゃないから。コンロピンアウトから聞いてくる。うん。シビ。あこれでカンパピーであー上がるってことあそうですか。はい。M リーグの役0 0金もらえた。いや、知らない。チートムソけど結構決めてくる。あー結構決めてくるのか。はい、走りさんよし。3億三角だな。うーん。え、じゃあ、まあ、これはリアンソーしかない,い。これで何パーピンが最終形になって上がるんだ。 はいはいはい。よかったよかった。ってことはあれだな。わかった。もう未来見えたわ。チーソー引いて、チーソー引いてリーチするんだろ、これ。はい分わかったわかった。わ、はい、かりました。面白い面白い。あ、こっちの変化か。うん。です。スチーソー引いてリーチな。はい、わかりましたわかりました、はい。面白い面白い。てか、なん、ないんか。アンパーピンじゃないんかい。はい。はい。はい、いつ引くのスチーソー。はい。あ、リャンマーから引くんだ。 あ、はい、は,いはい、そっち、はいはい、リーチ3個でウッパーピンね。んてかこれでもさ、結果論だけどさ、逆にいや結果論スワンコテンパってんじゃないこれ。ローピンとローソンのシャボでテンパってるやん、スワンコ。うん、まあまあ、ちょっとトップ目だから、まあこっちのがいいまであるけどね。カーも強いしね。まあ、いや、いいまではないか。さすがに打点が違うし、スワンコの方がいいか。うん、まあ一応まあ、 まあまあまあ。まあ、でも結果的にはまあリーチ3個もでかいしね。まあまあまあ。まあまあまあ。はい、うんまあまあはい、次、えー。トンラス・ドラローソウでね。はい、行きましょう。はい。うん。はーい。これでいいのだってバカボンのパパだ、それ。古いか。はい。あ,あ、パワーマンキーってコンパクトね。 えー、そっか、4統一系で、まあ、9万引いて単ヤを崩れても、いや、うまいなこれの。まあ、ローマン引きでちょっと形崩れちゃうんで、俺もちょっとパーマン切らんと思うけど、単ヤをにするって意識はいいな。9万引いてもいらねえわ、確かに。うん。だから、ローマン引いた時に、356778の形が、にならないってのがどうかって話で、単ヤを見ようっていう意識はいいな。9万マジいらん。うん。はい。で、パーマー切った。 うん、ローソンいた。うん。まあ、結果論は恨めらずに。うん、ローマチーたャー。いいね。いいね、これ。リャンウーパーピン。うん。ああ、でもこの子いいかもな。あれでもなんか一試合目ってそんなに良かったイメージないのでも。あえあの子ちゃうトンバでめちゃくちゃ上が,上がり倒した子じゃないそんで結果的にデビュー戦がトップだった子だっけ ナンバーが結構打ち方ひどかったイメージだな、そういや。今思い出したわ。そうだよね、多分。えそれ、あ、それ違うか。あ、じゃあ、あさみさんちょっとイメージないわ、やっぱ。何もないイメージ。うん。イメージ何もない。え、じゃあ、リーチ入った。まぁ、あ、ちょっとアンパイないし、逆に行くしかないかなって感じで。そうか。デビュー尺一番いいんですからね。うんうん。 はい、テンパッド上がられた。はい、なん、あ,あ何をしたか。はい、じゃあそんな感じでした。トンバはまあ、でも、いい、光る一段もあったな。それこそチートイの E ピン重ねるとか、まあ、E ピン切るけども。で、今のパーマン切りもね、うん、パーマン切れないって言ってた人いるけど、まあ、別に切らんだっていいと思うけど、パーマンね。まあ、ただなんかその、この手をね、単ヤをドラドラあるから、もう単野をドラに、単野にしようっていう、ーソーもドラだしね。もう単野でいいっていうパーマン。 だやっぱそ、なんか、かそのパーマンがいいかどうかは別として、やっぱこの意識はいいわ。で、ちゃんと仕掛けていくし、ローマンからね。ローマンからもなかなか M リが仕掛けないしね。うん。動体収録いい。なんではい。じゃあそんな感じでした。はい。では、えー、はい。トンバ見てきました。じゃあ動画の人まででございます。はい。失礼します。はい。動画の人お疲れ。